本中の魚釣り場の皆さん、どうもお久しぶりです。高橋です。今日はですね、世界で一番釣れるワームのご紹介をしていこうかなと。まああんまりね、でかい声で言っちゃ、これ商売で生活されてる方もいるだろうし、魚釣りで自分らは生計立てるつもりもねえし、魚釣りでね生計立てたらそりゃ生活あるからさ、ああでもないこうでもない言いたくないことも言わなきゃいけない。サラリーマンもそうだよね。会社行って仕事してね、言いたいこと言えないわけよ。言いたいこと言っちゃ始まんないわけよ。ああわかる。サラリーマン長年やってると言いたいことも言えないような仕組み言っちゃいけないわけよね。だから魚釣りを本職にされてる方、仕事にされてる方だわな、本当のこと言えるわけねえじゃん。わかる。まあ、俺はしがない YouTuber だからさ、あえて歯に衣着せずに何でも言える。それがやっぱ YouTuber の良さだと思うし、自分自身別にそんな脳ガキとか言うつもりもねえし、あんまだらだら話す、話長いって言われちゃうんだね、いつもね。あんたの話長えよっつって、いつまでその話続くのっつって、わけのわかんないコメント来まくってるわけ。 NG ぶち込みまくりですよ。やっぱりね、やっぱり自分の道行かなきゃダメですよね。時にやっぱり自分もやっぱり真摯な男でもあるもんですからね、魚釣りでもどんな 魚が釣れる、どういうルアーが釣れるって言ったら、全部ね、本当のことを教えてあげるんだけよ。本当のことを言っちゃうわけ。これはこうだぜって言ったら、そしたら視聴者びっくりしちゃう。だって自分が今までさ、考えてさ、いろいろ極めたものが全部覆されるわけだから、俺の意見一つで。びっくりしちゃうね。だから視聴者が、信じたくない、信じたくないってパニックになっちゃう。まあ、今日はね、そういう話していきたい。まあ簡単に言っとくよ、手短にね。一番魚が釣れるルアーどれだ。プロは教えてくんないよ。だってこれで飯食ってんだから。例えばさ、これだから中国のルアーだよ。中国だな、これ。アマゾンで安い。これ1匹100円の。ね、激安ルアー。これ。まとめ買いでね、6個で。1匹200円、150円ぐらいかな。ね、6個で。これ普通のメーカーさんのブランドじゃないんだよ。ただこれも、まあ、中国っていう国がね、もう生きるか死ぬか、勝てば何でもいいだろうみたいな。だから、鉄腕アトムとかドラえもんとかパクっちゃうわけだから、中国で。鉄腕ドラえもんパクっちゃドラミちゃんになってるんだから、中国で。パクってパクり合戦よ。ただそれが今の世界のルールだよね。パクったもん勝ちだっていう。まあ悲しいことに。まあ何でもかんでもパクるのはちょっと俺は人としてね、モラルがどうかなと思うよ、はっきり言って。かっこ悪いなと思うよ、ただね。ただやっぱり勝負には勝たなきゃいけないから、ね、こういう中国のルアーの人がこれ、例えばこれパクってきた。おそらくパクリ商品だと思うよ、これ。安く売れる。ただそのパクリでさ、かっこ悪いんだけどさ、一つだけさ、やっぱり視聴者の人ともさ、なんだ、このルアーこの値段でできるんじゃんっていうね、こと知っちゃうわけよ。例えば100円ショップで買い物してごらんよ。100円ショップだったらこれ100円でできちゃうのって。じゃあこれ800円で買ったのと100円のと大して変わんないんだけどみたいな商品がいっぱいあったりしてね。いかにメーカーがボロ儲けしてるかっていうところもありますよね。ただやっぱり高く売ると、ただやっぱりそこは商売ですから、やっぱりその商売の基礎ですね。まあユダヤの法則ですよ。わかります。まあユダヤのやっぱ教えっていうのがあって、まあこれ大体商売やる人はね、まあそういうのに傾倒したりするわけよ。まあ文学とか本とか読んだりしてね、まあユダヤの教えっていうのがあって、いかにお金を儲けるか、商売の秘訣、いかに労働者を安く使って、そしていかにね、高く売るか、まあこれが商売の秘訣みたいになってて、高く売りたいわけよ。だからブランドなんてめちゃめちゃ高い値段になっとるよね、自分に価値つけて。それで自分はそれで大儲けしてね、すごい利幅取って。まあそういう商売も、あと100年だわ。あと100年はそういう商売続けることできるわ。ただ俺たちが生きてる間はそういう論法が通用するわけ。
なんだけど、あと100年、200年経った時に、やっぱりそういう、なんていうのかな、異常に付加価値をつけてね、異常に高く売る。例えばこれ、錦鯉、これ飼育してるの分かるかな、ボヤたち、これ。ああ。これ、いくらか分かるかな。ああ。まあ、これはまあ、庶民が買えるような値段なんだけど、これだって2億円になるんだから、一番いい鯉っつったらね。ああ、日本チャンピオンったら、うん百万の世界よ。分かる？一匹300万、500万するわけよ、その日本チャンピオンの賞取ったら。賞取れるかどうかって話や、それだったらね。ああ。これ、どう、これね、これ、鯉、錦鯉おるけど、これ、品評が出しちゃってさ、日本一になったらどうなるよ。あ？ 500 万、500万とか600万、1000万の世界じゃねえぜ。は？頭から始めオークションかけたら5000万からだぜ。は？いけない、話が長くなっちゃう。話が長くなっちゃう。話が好きだからさ。これは自分のコレクションなんだけど、まあほとんど使ってない、まあ置いてるやつなんだけど、一番釣れるのはどれかわかるかな。一番釣れるのはわかるかな。じゃあ教えるよ、もう見せない。商品が売れたり売り切れたらいけないから言葉で言うわね。安易に俺が見せてね、一番釣れてるのは、俺が教えちゃったらさ、そんなもん良くないでしょ。やっぱり自分でね、見破ってやっていかないと。一番釣れるは言っとくぞ、嘘はないから、男に濁んないから。一番、世界で一番釣れるは今2020年、一本だけ、オオサンショウウオ、ゲリヤモト。これに勝てるは絶対にない。あ、もしプロの人が聞いてたら騙されたと思ってそれだけ投げてごらんよ。試合で勝っちゃうから。あ、オオサンショウウオ一本でやり通してごらんよ。絶対勝てるから、オオサンショウウオは。前回の試合見た？俺の。ねえ。最近ちょっとこれ再生回数少ないんじゃないの？本当に。こっちもさすがに1000回、1000回、2000回じゃもう動画作るのやめようかってなるよ。あ？芝居に動画投稿、じゃあ釣り動画やめようかってなるよ、芝居に、こっちも。あ？あのですね、前回の動画見てもらったらわかるんだけど、俺とね、菊池さんとターボーさんで試合したんだよ、あれ実は。まあ動画であんまりガチな分見しちゃいけないから、やっぱり男と男の勝負してたわけよ。誰がトップ取るんだっつってでやったわけよ。で結局俺がトップ取ったんだけど、で俺は7本釣ったよね、魚。数学だよ、わかる？数学わかります？皆さん勉強してますか？数学だよね。俺7本釣っちゃったわけで、菊池さん何本だったの？1本。ターボーさん何本だったの？3本。俺7本だった。全く同じポイントでやってんだよ。はあ？しかも目の前で一緒にボート乗ってるから、相手の手の内なんか全部見えてるんだよ。全く同じ条件で、全く同じところでどういうルアーを使ってやるか。でその日はやっぱり、ターンオーバー入ってて、魚がそこに沈んでた。岸際ね、朝から釣り始めてずっと釣りしてたよね。5時間岸際打ってったわけよ。大体あそこのポイントに関しては、まあ、例年ね、例年、今の11月の末でも、岸際打ってきゃ釣れちゃうのよ。岸際バーって朝から晩まで打ち続けてれば、40アップが3本4本出るわけよ。で、小バスも30アップもボコボコ釣れて、15本くらい釣れちゃうようなフィールドなのよ。ただ、あの日はすごくフィールドが厳しい状態だった。で、ボート屋さんに言われたわけよ。釣り行く前にね。厳しいですよって。最近全然釣れてないんで、まあ、一匹釣れりゃいいんじゃないですかって言われて、そうなんだ、思って。で、まあいいやってバカの一つ覚えて、岸際バン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 打っとったわけね。あれは全く釣れないわけよ。朝からあの釣りし始めて、昼の2時まで、早朝から釣りし始めて、昼の2時まで岸際打ち続けて、坊主なんだから。何にも釣れないわけなんだから、そこで。ね。ほんで、その中で、俺がひらめいたの。ディープにおるでって、今はって。ディープの底の方で固まっとるポイントが、そのダム湖は広いからね。そのダムの広い中で水温が安定するディープの底でじっとしとるわと。ターンオーバー入っとる時期やから。ということで、それを菊池に言って、ここのフィールドでここだったらいいんじゃねえかって菊池に話をしたわけ。ああ、で、同じ船に乗っとるもんだからポイントは一緒なわけよ。そこで釣果が7倍ついたって話や。菊池が使っとったのは2人ともそこ攻めたんやで。悪いけど。菊池が使ったのは何？ゲイリー山本カットテール、ゲイリー山本カーリーテール、それから、エスケープツイン。エスケープツインと、それはバイズクロー、あと山線香も使っとった。いろんなもん使ったって、あいつ一日朝から晩までやって一匹しか釣れないんだから。で、こっちはどんだけ釣ったの？オオサンショウウオ一本だよ、こっちは。
朝から晩まで大山椒を1本一切浮気しない、あ7本釣ってる、7倍釣ってるわけよ。カーリーテール、いわゆるカットテール、世界で一番釣れるキーゲイリー山本のカーリーテール、カットテールですよ。カットテール、ゲイリー山本の中で一番釣れるでしょ。カットテールより釣れる場もあるの、ゲイリー山本で。それとよりも、あ、オオサンショウウオ1本が勝ったんだから、7倍のチョークがついたんだから、リグも同じなんだから、答えわかるでしょ。オオサンショウウオが一番釣れるって、世界で一番釣れるって、そこ理解してほしいって話や。ああということでね、今日も、頑張って動画作ってみました。またたまにね、動画投稿していこうかなと。まあ釣りちょっと最近やってなくてね、最近ちょっと釣りに行けてなくて、また今年中にまた行くんでね、釣りね。まあ動画もう作るかどうかわかんないけど、まあ今年あと3回4回はバス釣り行くんで、まあ気が向いたら動画作ってきます。それじゃあ。